に4速だと厳しいか。あんまりピン側に入ると危ないので、まあ、ダメだな、すぐ車に追いついちゃうな。砂が浮いてるところなんで気をつけないといけないですね。で、ここの苦しいところを登りて、休めたいところですけども、ここからね平地区間になって、ここでねタイムを短縮するために踏まないとダメなんですよ。ここからねちょっとしたストレートがあるので頑張っていかないとダメなんですよ。あ、息子さんに追いつきましたね。前を走ってる。ね、ここからまた坂が最後の上り坂。最後の急坂になって、ここで足を使い切るぐらい後傾陣で回せねえよ。あ、でも僕やった3年生ここはなんだかんだ言ってもう一番ピークの時にはアウターで登り切ることできるぐらいになりましたからねアウターって言っても分かる人にしか分かりませんけど、二輪車280円、あれこれって原付二種って入れるようになったの。あ、書いてある、 125cc 以下のオートバイは通行できませんですよね。よし、じゃあ向こうに下って帰ります。と見せかけて、はい、私はこっちへ行きます。ここの道はね、実はねマイナーなところで、私がそう元ブログを最初の頃にねここに来てね、ちょうどその時はねカメラっていうのはあの一眼というかミラーレスのカメラを買った時に、写真を撮りに、うわすごいですね、いかに人が来ないか分かりました。左側にもねちょっとしたところがあって、うわしまった、うん、あーひんやりしてる。ここが私のお気に入りポイント、うん、
いい感じ。ちょっとギア入れとくか。よいしょ。よいしょ。ねえ。あ、そっか。そうか。あれ、また止まってるな。スタンバイ。やっぱり電圧が弱いのかな。バッテリー充電してこなかったからな。なので、きっとそれで調子が悪いということにしておきましょう。もろに逆光なんだけどね。ここはしょうがない、いつ来ても逆光だよね。いいね、ここは難しいね、写真撮るのが。まあ素人ならこんなもんかね。でもキラキラのキラキラ具合がちょっとね、よく見ると結構ね、風が吹いてる。ベタなぎじゃないですね。そうか、こっから向こうが見えるのは三重県。あそこが北だから、あっちが厚み。で、その先向こうが三重県、鳥羽の辺かな。そういうことだよね。直線にするって近いんだけどね。なんか人声が聞こえてきたから。行きますか。あれやろ。あらあらあら、あらあら、こんにちは。あれ、よく知ってたね、ここ。夜じゃ怖いもんできないのに。そう、そうなんですよ。ここはね、結構綺麗で人も少ないし、よくパンク戦買ったね。そうなんですよ。ここ危ないのよ。こ用自分柱もね、こっちだ。そう、ここはよう、ね、人もいないし、静かでいいところで。なかなか実現者に来るというかね、結構勇気がいる。あのパンクのパンク覚悟で来ないかんでね、ここは。あ、本当。あ、ほ、まだ始めて間もないの？そんなに。まだ間もない。あ、それでさんがね、60過ぎて60からスタートする。おー、大したもんだ。今日来たね、23分。お、すごい。すごい。息子負けとっちゃあかんね。追いかけてる。息子はもっと早いな。15分。あ、じゃあ一緒だ、俺。俺と一緒だよ。61だよね。ああ。頑張って成長段階。ああ、まあ20代だったらまだいけるね。20代だったらまだいけるよ。俺がね、
単がね15分初めて切った時は、多分ね50歳かこれぐらいだったかな、49か50ぐらいかな。でもあととは衰える一方なんで、もうすごいな。多分13分ぐらいまでは行くと思う。まずは今目指す14分台です。どうでも15分でと思っちゃう。あそこ行きたいな。室崎から室崎日の島と。ああそう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 。日の島で。そうそう。柵の向こうに頑張ります。じゃあ、あの船で行くだよ。みんな食べに行くじゃん。ああ。タコとか。ああね。チャリで行って、チャリ乗って、フェリー乗って。フェリー乗った？今自転車 OK らしい。本当？あ、そうなんだ。あの、リンゴバッグ持って。ああ、そうね。タイヤをさすがに電車と一緒みたいな感じだった。ああ、そうそう。そうそう。リフト背負って、リンゴバッグ持って、上に後輪外して。そうそうそう。今ね、アスミとチタをつなぐ航路がなくなったもんね。そう、だから未開地って言ってできたよね、一周ね。今日は割かし風がちょ静かだから、ね。いやー、なんか刺激受けてまたやりたくなっちゃうけど。ああ、そうね。もともと俺オートバイやってて、で一時期怪我してリハビリしないかなって思って自転車始めて、で7、8年やってて、で去年、今年か、今年からオートバイにまた乗り始めて、今オートバイが多いな。自転車乗ってないな。あ、これモンキーですよ。モンキーでご存知じゃないですか。これ大学生の時だ。これちょっと、あ、そう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 、 50cc のやつ改造して100ちょっとなってもんで、僕も最近買ったばっかで、でもね、うるせえ。めちゃめちゃうるせえもんで、ちょっと今静かになるように、しようと思って、さすがにね、うるさすぎて。そう、あ、そうそう、カメラ、あ、動画撮ってね。あ、いいですね。あの YouTube 上げたりなんかしてるんだけど、自転車の時はね、それやらんかったのよ。会社の先輩がやっとるもんで。あ、GoPro とかなんかつけてでしょ。そう、ヘルメット軽いからね、自転車のやつね。こんな感じだった。あ、中華のカメラだと多分そうなっちゃう。 GoPro だといいかもしれん。でもまあまあ、それもそれ楽しいけど、いいの乗っとるね。金がない。いいの乗っとるね。すげえ。ほら、そうでしょ。ね、コンビニで泊まるとどうってやりたいの。まだ乗られとる感じ。お父さんのはビアンキでいい？ビアンキで。ああ。見つまったら乗りやすい。ああ。まあ十分ですよ。十分ですよ。そうなの？今のやつちょっとわからん。僕がやってたの頃は。ちょっと持たせてもらっていいですか？ああ。7キロは切っとるぐらい？今タイヤがちょっと古いやつだもんで、タイヤやると多分7、8ぐらいになるかなぐらい。なるほど。でもね、年を取ってくると、まあこれに物を言わせて軽いのがいいんだって。結局 6.7 キロぐらいまで軽くしたかな。いや、で、それで15分だから。いや、そのことはね、オールマイティーだよ。僕はね、最後スコットの乗っとって。あ、でもね、僕自分でオーダーして、ナルト君が乗ってた。あ、違うな、今泉君か。あ、そうそう、今泉。はい、面白い親子に出会いましたね。やっぱりね、こういう出会いがあるとやめられないですね、二輪は。